はい、皆さんお元気ですか？お久しぶりです。よりこです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。久しぶりの投稿でございます。はい、退院してまいりまして、7月の22日に退院しました。それから10日間ぐらい自宅療養ということで、今もね自宅療養中なんですけど、元気いっぱい復活してきました。はい、まあね、最初退院したばかりの時は結構ね、やっぱり今もそうなんですけど、まだ胸の痛みがあって、もうそれはね手術前から言われてたんですけど、手術の後の痛みよりもその後に、まあ、無理やり肋骨を広げて内視鏡を入れるわけですから、そこの部分がねちょっとね肋間神経痛のようになってしまうよっていうのは言われていまして、まあそれに なってしまっていて、その肋間神経痛がねちょっとね痛い状態ではあるんですけど、ただね全く動けないとかっていう状態ではないですし、気持ち的気分的なものも全然元気ですので、これからまた復活してバリバリと動画を上げていきたいなっていうふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では、今日は7月の購入品ということでやっていきたいと思いますので、最後までご覧になってください。はい、では早速やっていくんですが、7月の購入品と言っても22日退院してきてから、月末までの間に家にいて、またね前回の時と同じで暇なもんですから、あと入院してた時に美容雑誌をね結構読んだので、それでまあいろいろとこういろんな情報も入手したので、そんなこんなで退院してきてから買ったものがほとんどなんですけど、ご紹介していきたいと思います。まずデパコスから紹介していきますね。デパコスは2品です。まずどちらもねパウダー系なんだけど、まず1つ目がこちらのマックですね。はい、マックのミネラライズスキンフィニッシュです。でスキンフィニッシュね、すごい人気の色が確かあったと思うんだけど、スキンフィニッシュライトスカペールっていう色がねすごい人気だと思うんですけど、私が買ったのはウォームローズです。反抗的なウォームローズですね。こんな感じのちょっとこうピンク、うっすらピンクがかったパウダーでパールが入ってます。ハイライトに使ってもいいし、パウダーとして使ってもいいかなと思って、まだね点滴の後点滴の漏れが残ってるんだけど、こんな感じのちょっと白っぽいピンクになります。ハイライトでとても綺麗なのでこちらの色を購入しました。ライトスカペールもね検討したんですよ。ライトスカペールもどうしようかなと思ったんだけど、あれちょっと白っぽいっていうか青っぽいっていうか、そういう感じがしたので、青っぽいのはねちょっと私苦手なのと、パールが触ってみてっていうか、前にね触ってみてパールがねすごい粗いなと思ったので、今回はこちらの、ウォームローズの方にしました。はい、次に購入しましたのがこちらのナーズの、セッティングパウダーですね。こちらですね。はい、でこのセッティングパウダーっていうのは仕上げのまあパウダーなんですけど、このように白いパウダーになっております。白いパウダーで白くなるのかなっていうことではなくて、これはルーセントって言ってほとんど色がつかないような状態になってます。だからほら白くならないでしょ。不思議、あら不思議、透明なんですよ。無色透明、白なんだけど、で私にしてはこのパウダーを買うっていうのは珍しいことなんですね。パウダーをでね、なんでねパウダーをっていう思ったのかっていうと、ちょっとね甲状腺のお薬を、ホルモンのね、まあ、甲状腺のホルモンがちょっと低下してしまっているので、甲状腺のホルモンのお薬を飲むようになってからちょっとね副作用で顔に汗をかくようになって、これお年頃の症状かなって一瞬思ったんですけど、お年頃の症状だともうこういうところが熱くなって
こういうところにこう汗かくことがあって、あんまり顔に汗をかくってことは私今までなかったんですけど、まあそれでいろいろこう先生に聞いたり調べたりしたら、やっぱりちょっと顔に汗をかくっていうことで、ここ特にここのところにね、すっごい汗をかくんですよ。で、メガネかけてたりするともうメガネが曇ってしまうぐらいね、ちょっと汗をかくようになってしまって、でそうしてもここのところ崩れちゃうし、ちょっと抑えたいなと思っていろいろ考えて購入したのがこちらの NARS のリセッティングパウダーでね、これねパフがね内蔵で、まあ私パフでつけるってことはないので、あのいいんですけど、例えば持ち運びしてお化粧直しするときにちょっとねパフで直すことがしたいなと思ったときに、こういう感じで別売りになってて、それだけがちょっと失敗しちゃった、ね、別売りじゃなくて、それだったらブラシ持ち歩いてもブラシ持ち歩いた方がいいかなっていうふうに思うぐらい、この中にね入れてみたんだけどね、入らないから2つ持ち合わせなきゃ。ただこのセッティングパウダー自体はね素晴らしくいいものなので、なので、まあどうしようがない仕方がないかなっていう感じです。はい、デパコスは以上ですね。デパコスは以上2品になります。次に、プチプラに行きまして、エチュードハウス、私これも珍しいと思うんです。あんまり韓国のあの化粧品買うことないから、エチュードハウスのこちらの、ハイライトとシェーディングのパウダー、これもね雑誌で見ていいなと思って、可愛いでしょ。私今までケイトのあのデュオのタイプのものシェーディングとかよく使ってたんですけど、これはねこっちのシェーディングすごいいい色なんです。マットで、あのいい色で、こっちのハイライターがねベージュっていうのが気に入って、それで購入してみました。例えばねケイトの場合だと白なんですよ、白パール。やっぱりね白パールはねあまりこう好きじゃないから、だからこういうベージュ系、バニラ系とかこういうベージュ系の色いいなと思って、そしてあの大きさもちょうどいいですよ ね大きさもいい感じだし、このシェーディングも黒すぎずに、黒すぎない色で、ほら肌になじみやすい色なの でこっち側のハイライターもこんな感じで、ほぼ肌色なので、これはねいい、これはいいかなと思って、値段もねよろしくて、はい、なのでこのエチュードハウスの、シャイニングパウダーチークデュオ、一応チークになるのね、これはね、シェーディングってな。でね、チークも考えたんですけど、他のチークの組み合わせはあんまり好きじゃなかったから、これはボーチャだか美的だから紹介されてて買いました。はい、次にこれはリピート商品なんですが、NYX のコンシーラーですね。これもすごい好きで、前にもね何回か紹介したことあるんですけど、 NC の NW の03、ちょっとピンクがかった、肌色ですね。それから同じ NYX で、ちょっとね今こうボーチェとか美的とかみたいな、これボーチェかな、ね、こういう感じで、あのオレンジのメイクアップがこのように流行ってるみたいなので、ちょっとその動画を上げたいなと思ってオレンジのリップを購入しました。マンダリンカラーですね。これは NYX のバターグロスなんですけど、ただねこれねちょっとね白すぎちゃったのね。あら、なんか皮が剥けて、こうやってねつけると綺麗なんだけど、こうやってつけると綺麗なんだけど、ちょっとね唇にのせるとちょっと白すぎちゃったかなって思って、でもすごい可愛い色だから、うん、なんかねなんだろう、馴染ませればいいんだけど、クレヨン、なんていうの、クレヨンまではいかないんだけど、なんか絵の具みたいなオレンジ絵の具みたいなカラーだったから、ちょっとあれか、何か合わせなきゃと思って購入したのが、はい、こちら不老不死のリップグロスのプラス5度を買いました。
ね、これ遺品版面白いですよね。プラス5度とかマイナスなんとかとかね、そういう感じの品版になってて、私なんか購入しようと思ってこれ品版一生懸命探しちゃって、そしたらプラス5度っていうのが品版なんでしょうって教えてもらって、そうなんですよね。このちょっとオレンジを購入しました。オレンジメイクしたいからね。こちらの感じです。色はさっきのがね、でね、さっきのに合わせるとちょうどいい感じ。さっきのがこれ、このちょっとね、かなりみかん色、みかんというかオレンジマンダリンカラー。これグロスなんだけど、こっちの方がちょっとね茶色っぽい、わかりますかな、うん、こんな感じなので、合わせて使ったら綺麗かなって思って、こちらの不老不死の、プラス5度を購入しました。かわいいね品番がかわいい。はい、以上が購入品、以上が購入品になります。で、次にご紹介するのが、これはねプレゼントでいただいたものですね。お見舞いというかプレゼントでいただきました。バーン、セフォラー。はい、これはですね、いつも私をアメリカから応援してくださってるまさこさんが夏休みにまたね帰国されて、いろいろ買ってきてくださいましたのでご紹介したいと思います。もうね、素敵なものばっかりいつも買ってきてくださって嬉しいんですけど、本当にね感謝感謝です。まず、お誕生日プレゼントとして買ってきてくれたのが、じゃーん、こちらです。アナスターシアソフトグラムですね。アナスターシアね、化粧品ね、実は意外や意外初めて使うんですよ。でずっと欲しいなと思ってたんだけど、なかなかね、あの個人輸入するのもセフォラで近くにあったらいいんですけどね。こういう感じで入れ物はね、ちょっとこうベロアみたいな感じになってる、ベロアとかスウェードっぽいような感じの入れ物に入っていて、中はね本当に綺麗な色なの。こちらです。綺麗ですよね。はい、濃い色ね、スモーキーな色からシマーな色まで入ってて、もう使うのが楽しみ、楽しみ。まあ、ぜひねこの、パレットを使ってメイクアップチュートリアル上げていきたいと思いますので、楽しみにしててくださいね。はい、それからもう一つが、こちらがエルフのアイシャドウですね。これはシルクアイシャドウ、ローズオールデイっていうお色味ですね。でも可愛い、こんなちっちゃいのがね出てるんですね。最近エルフチェックしてないからあれなんだけど、かわいいね。これも使いやすそう。これはどちらかっていうと秋色ですね。秋のカラーです。ね、秋に使うのが楽しみね。これもメイクアップチュートリアル上げていきたいと思います。たくさんチュートリアルを上げなくちゃいけない。はい、そして次が、これはまあ、あのなんていうのかしら、うちの学生たちに使ってくださいっていうことで、くださったんですけど、これはですね、マットリップとメタリックカラーが入っているセットですね。マットリップとメタリックカラー、かわいいね。ちょっとこれも秋色な感じで、この下がメタリックになってて、こちらがマットですね。うん、ね、綺麗。ちょっと普通の多分グロスよりも小さいね、ミニニックスかしらリトルニックスかしらになってます。はい、次にこれがやはり、ニックスのポーチいただきました。これも可愛いですよ。ポーチっていうか、なんかセカンドバッグみたいな感じ。こうやってマチが広くて、こうやって開けて、バーンがまくって、ここに仕切りも入ってて、ここにもうポケットがあって、すごい可愛いですよね。あ、開けちゃった。すごい可愛いですね。ね、たくさん旅行とかにいいですよね。旅行に行くのにこの中にメイク道具とかいろんな、そうね、
セットしていくいいと思います。あとちょっと出張、仕事のね出張とかメイクの出張とかで行く時とかにもいいかなっていうふうに思います。あさこさんありがとうございます。いつも応援してもらって、はい、以上こんな感じで7月の購入品です。今回は購入品の紹介なので、お気に入りではないんですね。で私お気に入りも4月から全然やってないんですけど、でちょうど上半期で出そうかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとねタイミングを逃してしまって上半期もできないから、まあそうですね8月の終わりにまとめてなんかまたちょっとねお気に入りができたらいいかなっていうふうには思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。復活第1弾の、メイク動画頑張りましたはい、これからもねちょっとね体調などに合わせて、少しずつまたメイク動画上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではこの動画がいいなと思われた方、高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。私のメイン SNS、インスタグラムになっておりますので、もしよろしかったらインスタグラムの方ね、相変わらずここのね締めのところでね口が回らなくなっちゃうのよねはい、インスタグラムの方フォローしていただけると、だいたいツイッターもフェイスブックも移動しておりますので、はい、インスタが一番いいかなっていうふうに思ってます。はい、ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。暑いので皆さん気をつけてね。